皆さんこんばんは。女優小野ゆりの映画の話をしましょうよのお時間です。影文、2019年11月15日公開、篠原哲夫監督。さて、皆さん影文はもう見られた方が増えてきたんじゃないでしょうか。私自身も見ているのですが、このお話をできることにやっぱり毎回ワクワクしてしまう自分がいまして、本日はお付き合いいただけるとのことで篠原哲夫監督に来ていただいております、よろしくお願いいたします。さて、影文のお話なんですが、はい、前回、キャスティングについてお話をしていただきました、はい、やっぱり北村匠海さん、この方の役ってすごく難しいですよね。他の方ももちろんすごく難しいですが、やっぱり映画のある一つのテーマ性としまして、山崎まさよしさんが演じられるこの孤高のダークヒーローといいますか、はい、のび師としての山崎まさよしさんと、そののび師に入るオタクがやはりどこか権力を持っていて、どこかからお金が流れてきているようなところに入って、そうですね、金品を強奪して、っていうのがその監督曰く彼の中の正義、どこかにこう理由をつけるようなところがあるじゃないですか、その二面性、悪と正義と、全体的にこのキャストの中に皆さんありませんか？なんかこの小野真知子さんで言うとほぼさんじゃないですか、で全くのそのほぼさんのイメージって朗らかでこう子供大好きっていう、人間性なんですが、その彼女が実は恋人が、犯罪者であった、捕まっていた、そういう二面性もあるのかなと思っていまして、そうですね、はい、全体的に、人間誰しも二面性ってあるものですが、この映画では特にそういうところにも注目したいなと。そうですね、影踏みってタイトルですからね。なんか影、自分の影を踏むような話って言えばそういうことになりますよね。自分というのかな、自分の、自分にとっての影を、当然こう踏むことで、こう影を踏むが、それが次の一歩が光に、日の方に行くっていう風なこともね、あるじゃないですか。影を踏むことで影をこうなくすんじゃなく、影をこう踏襲して追いかける、踏襲して踏み台にして次のステップに行くっていう考え方もできますよね。はい、そうですね。だからこう横山秀夫さんがこういうネーミングのね、小説を書かれたのかなって思うわけですけれどもね。私噂で聞いたんですが、原作を読んでなくて、で映画館へ伺ってすごい面白いな、一冊も読んだ気持ちだと思ってたんですね。なんですが、原作と映画のエンディングが違うんじゃないかという噂を聞いたことがあるんですよ。いろんなところでね、違っていると思います。つまりそれは、ここでいう北村匠海君の存在っていうのは弟分なんですよ。だけど小説を読むと、これは実在化してないんですよね。実は、実在してなくて、でも映画の中では、小説読んだ方は分かってると思うんですけど、彼の耳にささやくように声が聞こえてくる男なんですよね。でそいつが実は弟なんですけど、弟の声が、何かというと、弟はいつも彼のことにものにやってきて何かささやくっていう設定になってるんですよ。でこれが映画の中でちゃんと存在させようと思って画面に出してる。そこのやり取りですよね。今僕言ったことは大きなヒントになってるんですけど、これ一体どういうことなんだっていうのは、映画を見た方にはよくわかると思います。そうですよね。でまた小説を読んでる方もよくわかると思います。ただ映画も見てない、小説も読んでない方はもうすぐに映画館に行った方がいいですね。そうですね。この映画不思議なことにですね、東京で現在こうやってる中で、何度か見てる人が多いんです。リピーター率が高い映画なんです。でそれはこの今言った秘密みたいなことを最初は見た時はわからないんだけど、それが分かった上で見ると。なんだそういうことかっていうことがより納得できるっていう、もうすごいそれ分かります。そういうことがまあ一つ大きな特徴だと思いますね。はい、私も実際もう一度行きたいなと思ってます。で、監督がもしティーチインで、はい、どこかに登場するのであれば、もうそこめがけていきたいなと思っております。ティーチインをね、ちょっとやる予定も、まあ組まれているのでね。まあちょっとそのはい。ちょ今その日程がなんと見えないんですよね。はい。分かったらまた、これは皆さんどうやってお調べすれば出てくるんですかね。テアトル東京っていうテアトル新宿かな。テアトル新宿がまあいわば劇場なんです。東京の中でそこを中心に何箇所か他でもやっておりますけれども、テアトル新宿のホームページ並びに東京テアトルのまあ影文のホームページですね。それをご覧になればおそらくわかると思うんですけども、はい、まあちょっと、近いところになるのか、うん、はいとは思ってまいります。わかりました。ぜひ皆さんチェックしてみてください。私もその日には伺いたいと思っております。この私テアトル新宿でちなみに鑑賞させていただいたんですが、普通のフライヤー、映画のフライヤー広告とは違う情報新聞という。これまた広告をいただいたんですが、はい、これ何なのかってことですね。何なんでしょう。これはですね、うん、山崎正義演じるのび師、うんはい、伝説ののび師逮捕っていう新聞記事ですね。はい、事件の謎を完全黙秘、はい映画影文で真相公開とありますが、はいはい、これがまあ。上毛新聞で、はい、横山秀夫さんは上毛新聞のもともと記者でいらっしゃったんです。こので記者からこう小説家に転身された方で、まあそういうこともあってですね、上毛新聞がある意味影文先行上映、群馬県先行上映なんでね、先にこれをこう知らしめようとして、こうあるアイデアとしてこう山崎逮捕というなってます。そういうことでこの新聞を出したんです。これは上毛新聞で実際にある新聞なんですか。上毛新聞っていうのは群馬県の県の方は大体これをご覧になっているという。でこれはですね、どのタイミングで出したかと言いますと、山崎正義君が所属している音楽事務所オフィスオーガスタというところがあるんですが、オーガスタのオーキャンと称するですね、オーガスタサマーキャンプという夏のライブがあるんです。9月の半ばぐらいにありまして、15日がありまして、それは出演者の竹原ピストルさんもまあそこには登場するんですけども、同じ事務所さんですもんね。そうです。でそのライブを富士山梨県の富士急ハイランドでまあやったわけですが、その時にですね、これ号外として新聞のまるで号外であるかのようにこれを来た方に配ったんですよ。いいですね。これがだから映画のこう一つの宣伝っていうかね、まあこれ見た人はびっくりするじゃないですか。びっくりしますよ。山崎逮捕か一面に書いてありますからね。そしてまあ実はこれが映画の広告であり、まあ謎が完全黙秘だけどこう分かっていくというね。これだからこう新聞なんかで電車の中でこう新聞見て読んでたらちょっとドキッとしますよね。あんまりそういう事件もあるから言えないけども、そういうことにもなりかねないからね。でも粋なチラシですねこれ。私は見た瞬間になんだこれと思ってすぐいただいてきたんですが、そうなんですよ、そうなんですよ。テアトル新宿でもうひょっとしたら手に入らないかもしれないですが、まだね手に入るかもしれないので、皆さんぜひチェックしてみてください。上毛新聞×映画影文なんですよね。いいですね。ライブぜひ行ってみたいです。映画監督はよくライブにも行かれるんですか、山崎さん。いや、そうですね、まあこの去年この撮影が終わって、まあちょうどライブが群馬県でね撮影だったもんですから、群馬県の渋川市での公会堂でライブがね撮影終わってすぐあったんで、そこも行きましたし、年末の東京の渋谷のオーチャードホールも行きましたし、最近彼はこの映画の映画音楽もそうなんですけども、カルテット弦楽器と一緒にやってることが何か多くてですね、で山ちゃんがギター弾いてブルースハープ吹いたりして歌いながら、バックにバイオリン第1バイオリン、第2バイオリン、ビオラ、チェロの構成の4人がバックを演奏してっていうことが多いんですよ。でたまに山ちゃんピアノを弾くんで、まあそういった意味ではピアノ50奏にもなったりするわけですけども、そういう作り方をしていまして、映画音楽の中も結構そういう要素をふんだんに使ってます。で今回はもう一つ試みとして、ボーイソプラノをね、音楽の中に入れたんですね。それは山崎君の提案でですね、なんかこうゴスペルのような、なんかそういうこう賛美歌のような、何かこう少年の透き通った声がここに入ってくるととてもいいんじゃないかっていうアイデアが、クランクインの日にね、彼の方から行ってきたんです。彼は主役ではあるけれども音楽家でもあるわけですよ。主役でこう演じながら、一方でもう一つの頭の中では音楽のことをやっぱもう考えてたもんで、初日の初日の芝居を終えてちょっと思ったんだけどと、僕これ音楽ね、そういう賛美だっていうかゴスペルっていうか、そういうこうなんかボーイソプラノ使ったらいいんじゃないかと思うんだよねって言ったわけですよ。で僕はなるほどと思ってね、映画の内容に合ってると、それはおそらく合ってるだろうと、まあそれ行きましょうっていうことで、実際にね、音楽を作ったりするのは撮影からもう半年後ぐらいにね、まあそうなったんですけども、まあその間いろいろ練りに練ってそこに至ったということでもあります。今回この横山英世さんの原作の物語なんですが、映画化するので特別に難しかった点とかってありますか？そうですね、さっき言った北村君の存在をね、耳の存在をどう表すかっていうのがもちろんあったのと、やっぱりこう事件の題材っていうか、まあ事件がいろいろ解明されていくっていうのはミステリー小説としては、こういう書き方をしてるかっていう箇所がやっぱあるんです。それはすごくやっぱり筋が通ってるんですが、映画というのはまたこう画面の中でそれを表すので、小説その通りにはならないわけですね。さっきの北村君の例がまず一番大きいですよね。それから事件のアリバイだとか、そういったものも小説だとこういうふうに分かっていくんだなっていうのはあるけど、まあ、映画も限られてるんでね、映画の分数っていうのは2時間以内にやっぱ収めたいとあったもんですから、まあちょっとそこは映画ならではの方法を使ってたりする場面もあります。一方で小説ってこれ7作の短編の連作なんですよ。それぞれ意味があって、まあ最初に彼がこう捕まった時のことだったりね。その後の行方を追ったりとか、それから途中の事件における本当の本質的なこととは何かっていう応召があったりとかで、またちょっと違う話もあるんです。この映画の中に入れなかった名ストーリーもあるんです。これは読んでいただかないと、まあ泥棒がこんなに素敵なこともするんだっていう話なんですよ。気になりますね。そうなんですけど、これはでも多分映画のね、この中身のストーリーとはちょっと一味違ったポジションになっていくんで、あえてちょっと映像化しなかったんですね。でも小説読んだ方には、いやーなんていい話なんだって思えるようなとこなんで、クリスマスの話です。クリスマスにプレゼントをなんとか子供にプレゼントをね、渡したいっていう人の話なんです。ちょっと気になります。そこに泥棒がどう関わるかっていうことですね。これはただ盗むってだけじゃないですからね。そうですね、そうですね。わあ、いいですね。私もチェックします。ぜひね、そういうことでも小説も楽しんでいただけるかなとは思います。篠原監督、今まで本当にたくさんの映画撮られてますが、その中でやっぱりこだわりと言いますか。あるんですか？まあそうですね、僕は小説ってやっぱりテーマがあってですね、その小説のテーマは絶対曲げちゃいけないと思ってるんです。だけど僕は最終的にこう、主人公がやっぱりこう最初の段階と最後の映画が終わる時に、どう変わっていくのかっていうのが重要でして、大きな変化がやっぱないといけないんです。それはその小説のテーマにも関わってきますし、それ僕自身が映画で表現したいことにも関わってくるんですが、僕は基本的に前向きにいきたい。何かこうプラス思考なの、そこはプラス思考なんですけど、だから死んじゃうとかないんですよ、今のところ。主人公がね、まあいずれあるかもしれませんが、今まで作った映画はみんな主人公が何かのこうトラウマだとかそういったものを解決するなり解決しようとして一歩踏み出すっていうところが起決点の場合が多いと思います。全部がそうとは言いませんけども、比較的そういうことになってますね。まあいろんな方法を取りますよね。だからそういう意味で言うと、まあね、やっぱりこう人それぞれ持っているこうやっぱり人間の中におけるこう、まあ悲しいところっていうか暗部ってあるじゃないですか。闇とも言うかもしれませんけど、それをやっぱりこう映画の中では、そこの闇を悪として登場させることと、まあそれは悪としてあるんだけど、まあそこから善の方向に変化させようとしているっていうこう人間の中のこうまあ魂の作用みたいな、大げさに言うとですけど、そういったものがを描いていきたいっていうふうに思っていて、悪く作用すればもしかしたらそれは悪に転じるわけですけどね。まあそれももちろんいずれやってみたいんですよ。ただこれ今のところ僕は30本近く映画を作ってるんですが、あまり悪に染まったものは数本しかないですね。例えば村上龍さんの原作で「昭和歌謡大全集」という映画があるんですね。これはまたねちょっとめちゃくちゃ面白くてですね、小説も映画自体ももうね殺し合いの話なんですよ。殺し合いっつっても激しいまあ半ばですね、偶話的な、本当にもちろん殺し合うんですけども、まあある意味こう設定がなんていうのかな、おばちゃんと言われる、こうちょっとこうなんだろう、こうおばちゃんと呼ばれる、まあある意味おばちゃんはうるさいし、こうなんか若者にとってはこう何それっていう存在だったりもする。おばちゃんおばちゃんで、でもこんなことを生きがいに思ってるんだっていういろんな人たちがいて、おばちゃん対こう青年みたいな若者たちとのもう本当にこう些細なことからおばちゃん軍団対青年軍団の殺し合いが始まるっていう話で、まるでこうすごい大きな大いなるコメディなんですよね。まあブラックと言いますか、そういった設定で、まあ最後にはもうみんな死んじゃうんですけど、でもまあそこはそこで笑えるんですよね。そういう映画がちょっと1本だけある種ありまして、これはだからまあちょっとまあでも死ぬこともね前向きに考えればまあ次なる一歩なんですよ。で人はいつ死ぬかわからないっていうのも一方あるんで、そういうことも含めてのテーマですよね。だからまあこれもどっかそういう話だけど、前向きに楽しいこう、まあ、楽しいっていうのはエンターテインメントとして楽しめる作り方を、まあ、したんですね。そうなんですね。やっぱりそこにはちょっとしたこだわりが描かれているんですね。だからあまりこう、悲しくはさせなかったですね。まあでもまあでもね、まあみんなどっかでこう映画を見るときに、何か日常からこう逃れたい何かをこう見たいのかなっていうことを、あるいは今まで見たことがないものを見たいっていうのは一方あって、その今まで見たことがないものを見たいっていう感覚は、まあ善にも悪にもいくわけですよね。で今のところ僕は善の方が多いけれども、いやもうとんでもない悪人の話なども興味ありますよね。僕最近ではジョーカーという映画がありまして、あの映画見た時にやっぱりぶっ飛びましたよね。なんだこれっていうぐらい。ちょっとやっぱり私あまりにこうネガティブになっていくとだんだん苦しくなってきちゃうんですよね。映画普段の日常でも大きな耐えられますけど、耐えられないような悲しみって絶対的に人間にあって、でそれで映画の中でもジョーカーそもそも割といい人じゃないですか、映画の中では。その中で割と理不尽なことが起きたり、そうですよね。だからまあ彼は復讐ですよね、あるいはね。というふうに考えていくと、それは乗り越えるために一歩踏み出すということではあるんだけど、彼女もほらいいことばかりやるわけじゃなくて、もうそういうことを行っちゃうわけじゃないですか。まあそれはねいや見ててすごい爽快でもあるけども、そこに爽快感がありました。本当にありますけども、逆になんてことするんだっていうことも一方であるんで、そこが面白かったですね。ぜひ監督のこれからの作品にも注目をさせていただきたいですね。まあ今のところ僕のね企画の中では、そういうのがね少ないですね。はい。印象がね確かにそういったものは少ないかなと思いますが、もう一本ね張り込みっていう映画がありましてね、これはまあ漫画原作からこうちょっと作ってたんですけども、これはですねちょっとこう悪いテーマですね。悪いテーマって言いますかね、ある種人間の悪をまあ素直に描こうとした作品と言いますか。もともと刑事だった男が、昔ある事件を担当していて、はい、その真犯人の女性を、はい、張り込みと称して、はい、実は張り込みっていうのはその建物をお借りして、はい、家の団地のベランダから対面にある事件を追っていくっていう張り込みをさせてくれっていうふうに刑事が来たんですが、まあ、実はですねその刑事は何年か前にある事件の真犯人を分かっていながらにして見逃してるんですよね。でその真犯人こそはその住人の奥さんなんですよ。でこの奥さんにじわじわとその当時の犯罪を迫っていくっていう刑事のいやらしい刑事がね、でこれがもうなかなか怖いんですよね。このサスペンスとしては面白いと僕は思ってるんだけど、まあ、こういう作品もあってですね、なかなか、スリリングな展開をしていくんですね。いやもう監督の作品全部相当昔の出た2001年の作品なんで、もうもう全く覚えてないっていう方もいらっしゃるし、もう DVD とかもまあなかなかない作品なんで、ちょっとなかなか見るのがね大変かもしれませんが、張り込みっていうのをねぜひ見たいと思います。監督の作品、皆さんもね影踏みだけじゃなくていろいろな作品見られるとこんなものを描いているんだなんていろんな発見がありますし、まあ、今後の作品にぜひ私もお邪魔させていただき役者としてぜひお邪魔させていただきたいなと、心の奥で思いながら、今日はお話をさせていただきました。では、影踏みこれから公開のところはぜひぜひ映画館に足を運んでみてくださいね。今日もありがとうございました。はい、篠原監督でした。また来週映画の話をしましょうね。おのゆりでした。